を選びます。2つ技を選びます。次に相手が戦いキャラクターをそれぞれ動く。君の持っているバトルカードをブラック画面に置いてくれ。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できるぞ。5枚まで登録できる。このチームだけだ。次にヒーロースキルを選んで、ヒーロースキルはバトルチームに発動して敵チームを脱走させる効果がそろっている。使用してでは出発するぞ。戦闘開始。
ほら、アップしたぞ。